ニューヨークアイランダースは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ナッソー軍、ユニオンデールを本拠とする、ナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。2020年現在、北米4大プロスポーツリーグで4連覇を成し遂げた、最後のチームである。1972年秋、NHL の対抗馬として、設立目前の輪は、 ニューヨーク州ロングアイランドのナッソー軍に新設されたナッソーコロシアムに新チームを置こうと計画していた。NHL は北米最大のメトロ地域での競合を嫌い、わずか2年前に2チームを増加したにもかかわらず、アトランタとロングアイランドへ新たにフランチャイズの設置を承認した。ロングアイランドに新設されたニューヨークアイランダースは近接するニューヨークレンジャースへ、 地域権料として400万ドルの支払い義務を負った。それ以来、レンジャースはアイランダースの最大のライバルとなっている。アイランダースは、ボストンブルーインズからベテランフォワードのエドウェストホールを、カブリーグからビリー・ハリスを、そして9人かの堅実な選手を獲得したが、ドラフト指名した数人の選手には、前逃げられてしまった。結果的に、 アイランダースの最初のシーズンは NHL 史上最悪レベルの12勝6分60敗という三端たるものだった。翌シーズンチームはヘッドコーチにアルアーバーを招聘するとともに泥臭いフォワードのボブナ・エストロム将来のスーパースターディフェンスデニ・ポトバン心境一いゴールテンダービリー・スミスラをあるの優勝チームスプリングフィールド・インディアンズから獲得すると チームの好天はほどなく訪れた。最初の2年間を除くと、毎年プレイオフの常連となり、NHL で最も成功したチームと称されるようになった。初めてプレイオフに進出した1975年、アイランダースは、中心選手のポトバンイーカ、フォワードのハリス、ナイストロム、クラーク・ギリーズ、ゴーリーのスミス、グレン・レシュという陣容だった。 アイランダースは第1ラウンドでライバルのレンジャーズと対戦し、勝利を収めた。4戦戦勝の第2ラウンドはピッツバーグペンギンズと対戦し、3連敗を喫して窮地に追い込まれたが、その後奇跡的な4連勝を果たした。次のフィラデルフィアフライヤーズとの準決勝でも3戦、連敗した後に3連勝し、奇跡の再現かと思われたが、最終戦に敗れた。 次の2シーズン、アイランダースは相次いで準決勝まで進出したが、いずれもスタンレーカップ優勝のモントリオールカナディアンズに敗退した。1978年は第2ラウンドでトロントメープルリーフスに敗れ、1979年はブライアントロティエとマイク・ボッシーによる強力な攻撃力を有しながら準決勝でレンジャースの勝利を許してしまった。このことから、 アイランダースは万年準決勝、花嫁になれない花嫁付き添い人というレッテルが貼られるようになった。1980年、アイランダースはついに壁を越えて、スタンレーカップの栄冠に輝いた。この年、トロティエトボッシーが協力ツートップを形成し、新たなスターとしてバッチゴーリングが加入した。しかし、真のヒーローと賞賛を浴びたのは、 フィラデルフィア・フライヤーズとのスタンレーカップ決勝第6戦の延長で決勝ゴールを挙げたボブ・ナイストロームだった。1981年、アイランダースはリーグのトップチームに成長し、ミネソタノース・スターズを下して2度目のスタンレーカップ獲得を果たした。翌シーズンには当時の記録となった14連勝をするなど、レギュラーシーズンのタイトルを獲得し、 バンクーバーカナックスを破り3度、スタンレーカップ優勝に輝いた。さらに翌、シーズン、アイランダースは、ウェイングレツキー率いるエドモントンオイラーズを下して、スタンレーカップ4連覇の偉業を遂げた。1984年のアイランダースは、あとわずかで5連覇に手が届くところだったが、スタンレーカップ決勝で、オイラーズに敗れた。この試合後のインタビューで、ナイストロムは、 最近は負けたことがなかったので我々は負け方を忘れてしまった。と涙ながらに語った。1980年代後期までに、ボッシー、ポトバン、そして電動入りコーチのアルアバーは引退し、年を取ったトロティエが怪我で休みがちとなった。そして1989年のアイランダースは15、シーズンぶりにプレイオフ進出を逃した。アイランダースは、 1990年代初頭にチーム再建へ着手し、ピエール・タージョン、デレック・キング、レイ・フェラーロ、スティーブ・トーマス、ウノワ・ホギュラを獲得した。明白楽アーバーもヘッドコーチに復帰、1993年にチームは再び上昇した。ウェールズ・カンファレンス決勝では、マリオル・ミュー率いる前年の優勝チーム、ピッツバーグ・ペンディンズを、 最終第7戦の延長で下すという劇的な勝利を収めた。しかし、その後モントリオールカナディアンズに敗退した。この栄光は長くは続かなかった。1996年までに主力選手のほとんどは他チームへ流出し、1995年から2001年までの間、プレイオフ進出を逃し続けた。この車用の時代、アイランダースの屈辱は、 スケートリンク上のみにとどまらなかった。1996年にダラスの実業家、ジョン・スパーノがチームを購入したが、1年も経たないうちにスパーノの関係が露呈することとなった。スパーノはチーム購入の際に NHL へ財務書表を提出していたが、これらがほぼ全て不正なものであることが判明した。チームは前オーナーのジョン・ピケットの元へ戻り、 スパーノは習慣されてしまった。ピケットは次に、ハワード・ミルスタインとスティーブ・グラックスタンらのグループにチームを売却した。最初のうちこそ、ミルスタインとグラックスタンは、チーム再建のため有望な選手を獲得するなど、多くの投資を行っていたが、それも長続きしないままに、緊縮財政へ方針転換してしまい、年俸100万ドルを超える選手はことごとくトレードに出され、 2000年になると、ミルスタインとグラックスタンは、コンピューターソシエーツ社へチームを売り払った。また、ミルスタインら経営陣によって、チームのロゴがゴールを守る漁師を模したものに、変更されたがこれはファンから、痛く反感を買い、大規模なデモが行われたり、アイランダースを救う会のある組織が発足する等の事態になったため、早急に元に戻された。これらの出来事は、 ESPN 制作のドキュメンタリー番組のシリーズ3 4 3 0で取り上げられており、ギャリー・ベットマン・コミッショナーやスパーの地震だ当時事件に関係した人物が多数出演し、俳優であるケビン・コナリーのインタビューに答え、経緯を詳細に語っている。オーナー権者が安定したことで、アイランダースは復活の道を歩み始めた。2001から2002シーズンに備え、オタワからアレクセイヤシン、 デトロイトからクリス・オズグッド、バッファローからマイケル・ペカをそれぞれ獲得した。その後、プレーオフは進出するものの、第1ラウンドでの敗退が続いた。一方で、野心は不良再建化し、2006から2007年終了時に契約を買い取られた。2000年ドラフトの全体1位指名選手、リック・ディピエトロと15年契約を結んだが、ディピエトロも、 故障連発で不良再建化している。このようなこともあり、その後チームは再建期に入る。順位こそ低迷するものの、ジョン・タバレスやカイル・オクポソ、ジョッシュ・ベイリーなどの若手選手を続々獲得して復活を狙っている。2012年10月、本拠アリーナのナッソー・コロシアムが老朽化したことに伴い、2015から16シーズンから本拠アリーナを ブルックリンクのバークレイズセンターに移転した。なお、バークレイズセンターを本拠地とする NBA のネッツは1976年まで、ナッソーコロシアムを本拠地としていたので、約30年ぶりに同じアリーナを共用することになる。2017年12月、アイランダースの新ホームアリーナとなる UBS アリーナが、ベルモントパーク競馬場の敷地に建設されることが決定した。 新アリーナは2021年11月20日に完成予定である。新アリーナ完成までの暫定措置として、2018から19年シーズン、および2019から20年シーズンは、バークレイズセンターとナッソーコロシアム双方を、また2020から21年シーズンは、ナッソーコロシアムのみを、ホームアリーナとして使用した。4連覇を達成した黄金期に、 アイランダーズではヒゲを生やしていた選手が多かったことから勝利のためにヒゲを生やすという幻滑りが広まっている。詳細は英語版該当記事を参照のこと。ありがとうございます。